皆さんこんにちは、宮内大輔です。本日は、アメブロの、アクセスアップ方法ということで、SEO を使った、アクセスの集め方についてご説明していきたいと思います。この方法は非常にシンプルで、最初にあるキーワードを設定しておけば、あなたの属性に合った、見込み客がですね、あなたのブログに訪れるという方法を説明していきます。まず、この中で一番重要なことが、キーワードキーワード設定と、そのキーワードを このキーワード設定からブログタイトル、記事タイトル、ここが一番の、重要なポイントとなっていきます。まずこのキーワード設定から説明していくんですが、あなたの今ブログを更新されているとしたら、そのキーワード、どんなキーワードを元にして、あなたの属性に合った人を集めているのかということを少し考えてみてほしいなと思います。私が今更新しているのが、ヘアアレンジのブログです。このヘアアレンジっていうキーワードを使って、どれだけの人を自分のブログに訪れてもらう、または、このヘアアレンジを通じて私は、動画を配信しています。なので、このブログから、YouTube へどうやって誘導するか、または YouTube から自分のブログにどうやって誘導するかっていうことをも、ちょっと説明していきたいと思います。はい、それでですね、一番最初にお伝えしたキーワードですが、自分が何を、主として発信するのかっていうことを考えてもらって、それに沿った、キーワードを設定していきます。私が使っているのは Google 検索、スペースですね。トップページの、こんな検索ボタンみたいなのあると思うんですけど、ここにヘアアレンジというキーワードを入れて、スペースを入れます。そうすると、複合キーワードというのが、この下にこう自然とこう出てくると思うんですよね。でこの中に、私はこのスペースの後に出てきたのが、簡単というキーワードでした。このキーワードを使って、どんどん、複合キーワードをつけていきます。一つの単体のキーワードプラス、他のキーワードが出てくるっていうことを複合キーワードと言います。この複合キーワードをうまく利用して、あなたのページに訪れてもらうという、手法です。このビッグキーワードをと、複合キーワードをうまく使うことによって、どんどんアクセスを集められるようになります。私の、ブログをご覧になっていただければわかると思うんですが、このヘアアレンジにも例えば今とても多いのが編み込みとか、ショートとか、ロングとかミディアムとかあります。この一番、トップページから一番下にスクロールしてもらえれば、それに沿った複合キーワードっていうのがこう載っている部分がこう出てくると思います。この下の部分ですね。
そういったキーワードをどん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 、このヘアアレンジの後に組み込んでいきます。またはこう簡単ヘアアレンジという、一つのキーワードを作って、そこからの、こういう複合キーワードを、どん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 、入れていく。そうするともっとこう絞った、複合キーワードというのが出てきますので、そういったキーワードを使って、あなたのブログを、上位に表示することによる、そうすれば、アクセスっていうのは自然と集まるようになります。そして、この魅力っていうのは、一度作ったら、なかなか、降りないというところです。他に、強い驚異的なブログが現れない限りは、なかなか、下がることはないです。なので安定したアクセスっていうのを、集められるようになります。先ほど驚異的な、ブログが出てきたらと言いましたが、私はアメブロというのを今使っているんですが、まあ、アメブロは基本的に今商用利用不可ということで、まあ、とても厳しくなっているんですが、まあ、特にですね、アフィリエイトのリンクだったりとか、何かを購入させるための、まあ、誘導リンクみたいなのが、なければですね、そんなに消されるっていうことはないと思います。あとは、まあ、アメブロを使った私が今やってるようにアクセスアップ方法とかっていうのを、やってしまうと結構削除されるケースが多いので、その点は気をつけて、やってみてください。次にブログタイトル、この説明をしていきたいと思うんですが、先ほど言ったようにですね、検索スペースに、出たビッグキーワードをもとに、やっていきます。私が今更新しているブログは、こういうブログタイトルにしています。これが、実は、安定的にアクセスを集める肝になってまして、この YouTube、すいません、最初から説明すると、まずこのヘアアレンジっていうのは、皆さん何を求めているかというと、ヘアアレンジでを、まあ、うまくやりたい、または、知りたいとか自分もできるようになりたいっていう欲求から、こういうヘアアレンジっていうのを検索してきます。で、一番何を見たいかというと、まあ、つまりこのヘアアレンジの方法が載っている、情報サイトが知りたいわけです。なので、その中でも一番多い、簡単にできるヘアアレンジっていうのが、まあ、一番アクセスを集められるわけですね。その中で、簡単アレンジというキーワードを入れる。そして、今の時代で多いこの女子っていうキーワード、女子力アップとか女子会とか、まあ、最近では女子旅とか、いろんなこの女子っていうキーワードが結構多いです。なので、このその中でも、ヘアアレンジと関連した女子力アップという、キーワードを入れました。でそこからまあ、ヘアアレンジの中でも一番見たいなって思うのはやはり動画だと思うので、動画を使っているっていうことも、含めた、YouTube で検索した時に自分の、動画を検索されるような仕組みも入れています。なのでこの YouTube というキーワードも入れました。そしてこれはまあ10分以内でできる髪型っていうのを、私はコンセプトにして売りにしているので、まあ、このキーワードですね、
ちょっとキャッチーっていうか、分かりやすいメッセージっていうのを取り入れて、なおかつ、ヘアアレンジプラス、髪型っていうのでも検索されます。例えばショート髪型とか、ロング髪型とか、まあいろんなキーワードを使って、検索するわけです。なので、ビッグキーワードをブログタイトルに組み込むということです。これが一番大事な要素となっています。次になぜこのビッグキーワードをブログタイトルに、組み込むのかということを説明していきます。ここでビッグキーワードを組み込んだ理由としては、この記事タイトルに、秘密があります。なぜこう、ここと結びつくのかというと、検索してった時に、先ほどお伝えした、検索スペースでキーワードを入れるというお話をしました。その時に、例えば記事タイトルに この3つの複合キーワードを記事タイトルにしていたとしたら、この簡単ヘアアレンジで検索してきた人っていうのは、してきた時にですね、そのスペースで検索された結果、何が評価されるかというと、この簡単ヘアアレンジがすごい評価されるわけです。なのでこの簡単ヘアアレンジのキーワードがまず、ブログタイトルと記事タイトル、それから、記事本文の、一番頭の部分ですね、左詰めの部分に、含まれているものが、必ず上位表示されるわけです。なのでここを押さえていくってことなんですよ。なので、一つのタイトルが簡単ヘアアレンジロングとか、ロングで、女子力アップとか、まあ適当ですけど入れたとしたら、女子力アップと、まあ例えばヘアアレンジ女子力アップって検索したとし、検索する人がいたとしたら、そのように、どん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 評価が上がっていくわけです。そうするとどんどん上位表示をされていくことになりますので、あなたのブログがトップページに並んでくるという状態が保てます。まあ私が今までやってきた結果、このビッグキーワードだけでは、どうしても弱いです。なぜならばこういうキーワードで書いている人っていうのはたくさんいるからです。その中でも、まだそこまで、多くないキーワードっていうのが作り出せるのがこの複合キーワードになってくるわけです。これがまあ最低3つぐらい組み込んでいけば、まあ結構な割合で1ページ目から、まあ2ページ目は、私は結構上に来ている状態を築けています。まあ、3つ3ページ目とかでもいけますし、まあ今現時点でですけどブログ開設して2ヶ月半ぐらいでこういう簡単ヘアアレンジとかヘアアレンジっていうキーワードで、今は5ページ目とかに来てると思います。まあでもこのキーワードだけで検索する人っていうのは、基本あまりいないので、必ず、検索スペースで例えば簡単ヘアアレンジって入れた後に出てくるこう複合キーワードで検索する人が多いわけですよ。なのでそこを狙っていくことが、結構重要です。そしてなおかつ、まあ、記事本文にこう記事があったとしたら、ここにキーワードを詰めていく。そうすることによってさらに、評価が上がると。この検索されたキーワードから拾ってもらえる、ブログになっていくので、それをベースにやっていくといいと思います。